スト北島康介とされ、今年9月に韓国インチョンで行われたアジア大会では4位に入賞するなど、将来を期待されていた競泳元日本代表の富田直也選手。ところが、この度は大変お騒がせして誠に申し訳ございませんでした。4位入賞の翌日、競泳会場で韓国メディアのカメラの本体部分を盗んだとして韓国警察から事情聴取を受け、警察によるとその際富田選手は気に入ったので持って行ったと犯行を認め、カバンの中からはカメラが発見されたという。しかし一月以上が経過した今週木曜日、僕はカメラは盗んでいませんとこれまでとは一転無実を主張。当時の状況について、プールサイドで練習を見ていた際に面識のない人物が現れ、バッグに大きな黒い塊を入れられたと説明した。僕はその時それをゴミだと勘違いしてしまいました。さらに韓国警察が見せた防犯カメラの映像には、盗んでいる場面は映っていなかったと主張した。だが映像を確認したという JOC 役員は当時、カメラを撮ってすぐ袋に入れております。また韓国警察も、防犯カメラの映像には日本のユニフォームを着た人物だけで、富田選手が主張する人物は映っていない。富田選手と大きく食い違う見解を示した。富田選手は韓国で容疑を認めた理由について、認めれば刑が軽くなり大ごとにならないと言われたからとしており、今後韓国警察に対し再捜査をしてほしいと話している。まあ、これが本当のドッキリカメラ。いや違うんですね、ドッキリカメラじゃないですね。ひどいですね、本当にひどいですね、ひどいですね。9月に行われたアジア大会でカメラを盗んだとして、略式起訴された競泳の富田直也選手なんですけども、今週その弁明会見ね、行ったということですね。はい、こちらに韓国警察、それから富田選手のそれぞれの主張をまとめました。まずカメラを盗んだ状況からなんですけれども、韓国警察が競泳会場でカメラの本体部分だけ持ち去ったとしているのに対しまして、富田選手は別の人物からバッグに入れられたと主張しています。また韓国警察は防犯カメラに富田選手一人しか映っていないとしているんですけれども、富田選手はこちら自分が盗んでいる場面はなかったと主張しました。そして韓国警察によりますと、事情聴取で富田選手が気に入ったので持って行ったと認めたとしているんですけれども、こちら富田選手は絶対にそのようなことは言っていないとしています。ダミさん、これ富田選手の主張も本当に全部違うんですけども。そうですね、全く違う状態でまだ真実が明らかになっていないというのはあるんですけれども、なんかこう復帰までの道のりでの選択肢の中で少し厄介なものを選んでしまったなという印象を今回の会見で、やってるかやってないかは別として、受けましたね。ちょっと道のりとしてはこれからいろんなことがありすぎて、ご本人が疲れてしまうんじゃないかなっていうのと、あとはやはりその日数が経ちすぎてますので、この間に私たちやその報道陣がいろんな憶測をしてしまったことも彼の、マイナスになったんじゃないかなと思ってます。シンはどうですか。まあ、警察のでもその映像があるんでしたらね、やっぱそれ見るのが一番、証拠になるかなと思うんですけど、僕も実はその中学校の時香港に住んでたことあって、まあ、その時はその証拠も何も一回僕はね何のあれもないですけど、こう万引きをしたと、そのいやしてないですしてたらそんなこと今言えませんで、やっぱり警察署そのまま一人で連れてかれて、中学生の頃に、だけどもう撮ったものもなければカメラにも映ってないんだけれども、とにかくしたんだお前が、だけどもうそれを認めないと帰れないしっていうふうにやっぱり言われて、だからまあチャンスやる、今回はその罪にはしないけれどもみたいな。撮ったのはあれ肉まんですか。肉まんを、いや撮ってないですよ、ね、撮ってない。何だ、目的は何だったんですか。分からないけれども、はい、何かその誤解誤認でっていう。で認めたの。うん、いやだからじゃあ今日反省しますという何かサインみたいなことを
略式で書いて、正直言葉もわからないんで、ね、当時は藤本さん無名だったけど、今度ソウルの大使館に日本の警察、うん、警視庁の司法もいるし、うん、ここまで来たらやっぱりどうしてもビデオ出してほしいっていう、まあね、まあ、リクエストは決して無理ではないと思うんです、うんうん、そうですね、それで、うん、でも彼はですね、もし仮にですよ、そういうものを取る癖があったら、今週刊誌とかが大変今動いて取材してるわけですよ、うん、だからどこまでそれをもう想定したのかわからないんですけど、うん、3時間嘘を言い続けるってなかなか人間難しいじゃないですか、うん、私この1時間半でも、うんうん、サンジャポの中で、はい、やっぱり嘘って言えないんですよどうしたんですか、まあ、正直ですもん ね、そしたらもう自分がそういうふうに思い込んで、うん、追い詰められたところで思い込んで、うん、そういうふうな設定になっちゃったのかなとか、でも見るのが一番ですよね結局はね、まあ、ね、ちょっといくつかね残念ですけども、はい、富田選手の会見ちょっとやっぱ疑問点がありましたよね、うん、これカバンの中に入れ込まれたって言うんですよね、そのアジアの人に言われたんですけども、うんうんうん、この小さなカバンの中に実は何が入ったかっていうと、水着とゴーグルとキャップですよ、うん、その中にカメラが入ったら普通ゴーグルに傷がついちゃうから慌てて出しますよ、うんうん、それ出さなかったってのもあるし、当然その防犯カメラにね、富田選手が行ってる、もしアジア系の男性が映ってるんだったらそこにも映ってるはずだし、これ富田さん、あの最終的にはね、名誉毀損で、まあ、名誉を挽回するために韓国の裁判に訴える可能性ありますよ、そうすると弁護士費用とかなんとか言って1000万以上のお金がまたかかるんで、それも大変だなと思います、ね、これ細野さん今後どうなりそうなんですか。そうですね、韓国から略式起訴の命令書というのが届いて、異議申し立てをするか、というふうに言われてますけれど、うん、異議申し立てをしたら、まあ、正式裁判に移ります、うん、正式裁判をしたら韓国警察側は防犯カメラの映像とかを出してくるでしょうね、うんうんうん、ちなみにこの会見はプール取材でした。